皆さんこんばんは。あなたの一歩ラジオ、これが私のターニングポイントの時間です。時刻は日曜日の19時を回りました。サザエさんは見終わりましたでしょうか。出世クラブ昼の沖縄会場公認、あなたの一歩ラジオ、これが私のターニングポイント、いよいよ始めさせていただこうと思います。この番組は毎週素敵なゲストをお迎えし、現在成功している方でも必ず様々な困難がありターニングポイントがあります。過去、現在、そして今後どうしていきたいのかっていう未来のことをお聞きして、リスナーのあなたの一歩なきっかけにしていただきたいという思いからお届けさせていただいております。 MC は株式会社一歩前の伊達ちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さあ、そしてこの番組はですね、各社様のご協賛により、支えられております。途中の CM をお聞きください。でそしてですね、まだ協賛の方もね、受け付けておりますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。さして、この番組は FM 宜野湾ですね。沖縄ですね。宜野湾市にある FM 宜野湾からお届けさせていただいております。サイマル放送だとか、スマホデックワイは、アプリのね、リスラジとかね、マイチューンラジオとかっていうのをダウンロードしていただいたら聞くことが実際できますので、ぜひ聞いてください。あと YouTube とかでもね、そろそろ伊達出しますので、皆さんね、ご覧いただければと思います。さあ、お待たせいたしました。今日のゲストですね、BB レザーズで合ってますか？合ってます。 BB レザーズの竹熊裕二さんです。ありがとうございます。あ、よろしくお願いします。いやー、緊張してますね。緊張してますね、マジで。いや、はい、初めてのことですよ、本当に。あ、本当ですか。竹熊さん、その初めてのことが今年多分1年めちゃくちゃあったと思うんですけど、あります。はい、まあ、簡単に僕の方から竹熊さんをご紹介させていただくとですね、熊本県の、まあ、北部になりますかね。はい、北部の方にある山賀市。山に鹿って書いて山賀市っていう、ね、市があるんですけど、そこでレザーの BB レザーファクトリーを実際やってらっしゃると、そしてね、あと、まあ、うちもですね、引用語業とか宿命鑑定とか、まあ、ビジネスアカデミーの方にこの学びに来ていただいてる、方です。ですね。で、今結構、そうそう。で、今は学びに来ていただいてるんですけど、今熊本でもね、実際こうやって頑張ってらっしゃるので、まあ、ちょっと今日ね、ちょっと竹熊さん出てよと。ということでね、お呼びしております。よろしくお願いします。はい。ということで、これ、画面変えようかな。はい。竹熊さん、ちょっといろいろお話をお聞きしたいなとかって思うんですけども、はい、まず竹熊さん、その、生い立ちをね、お聞きしたいなと思ってるんですけど、はい、なんか、熊本で生まれて、はい。山形で育って。山形で育って、ずっと山形です。はい。なんか中学校とか高校も山形ですか？高校も山形っていうか、もう高校はですね、近くに加本っていう地域があるんですけど、そこに、商業工業学校があるんです。そこに工業科の機械科っていう、いました。なるほど。はい。いらっしゃって、機械科にいらっしゃったんですね。機械科。要はもう、旋盤ってご存知ですか？なんだ、どんなやつ、どんなやつ？棒を削って、はいはい、はい、金属をこう、金属の、棒を作るみたいな。はいはいはい。そんな感じのやつとか。あれ、何が面白いんですか、あれは。全然意味がわかんないんですけど。いやー、なんかほら、もともと、まあ、わかんないですけど、もともと黒い鉄の塊をずっと削っていくと、ピカピカになるじゃないですか。うん、うん。それを見てると、ああ、なんか、自分が作ってるんだな、みたいな。ああ、なるほど。まあ、作ることは、まあ、昔から作ることは好きだったんですよね。うん、うん、うん、うん。なるほど。まあ、作ることが好きで、で、その工業高校に実際行かれて、はい。ね、なんですけど、あ、今作ることって言われたので、まあ、BB レザーズって散々言いましたけど、あれですね、革製品ね。はい、まあ、例えばキーホルダーとか、はい、まあ、あと、何ですか、財布とか、はい、ね、そういうのことを実際作られたりとかって実際されてらっしゃって、はい、まあ、今はね、ワンちゃんのグッズだとかっていうことも、はい、今を結構中心にね、実際やってらっしゃって、はい、まあ、今ご自身もワンちゃん買われてるところから、まあ、いろんなそのレザー商品をフルオーダーでやりますよっていうことですよね。はい、そうです、そうです。で、そんなお仕事してらっしゃるその竹熊さんなんですけど、中学、高校、ね、どんな子だったんですか？いや、でも比較的本当に真面目で、悪さなんて、これっぽっちも やってないですけど、もう本当に女性にモテないで、はあ、
で、こんな体なんですけど、昔陸上部だったんですそうなんですか。よ。でも短距離走ってましたよ。100メートルですか。100メートルを11秒7ぐらい。まあまあ、そんな大したことないんですけど、走ってました。いやいや、100メートル11秒ならめっちゃ速いよ。はい。12秒7じゃなくて？違います。もっと細かったんですよ。ほんと、50もメートルじゃないですね。う、違います。体重なんて50キロなかったからですね。もうほら、ま49とかです。あ。そんな、じゃあ、そっか、そうなんですね。じゃあ、もともとさ、そういうスポーツマンなんで、でも、運動できて、その短距離でって言ったら、モテるじゃないですか。モテないんですよ。モテ本当にモテないんですよ。もう、なんですかね。もう、も、えー、まあ、女性に興味なかったわけじゃないですけど、やっぱし、なんか、カップルの方見ると、羨ましがってはいましたよね、もし。なるほど。まあ、そんなことが実際ね、高校生活まであって、はい。高校出られてからどうされたんですか？は、会社員ですね。大手の、企業に就職しました。そこで、あれですか、技術士。そうですね。ご存知か、まあ、結構、専門的な感じになるんですけど、成形っていう、樹脂を溶かしてものを作る、樹脂、形を作るっていう、成形機っていうやつがあるんですけど、そういった成形機ラインをですね、担当してました。なるほど。生産、主に生産ですね。入ってきたときはもう、入社したときは、その生産をずっとやってたって感じですね。じゃあ、そこに地元の企業というか、地元にある熊本で就職されたんですか？そうです。じゃあ、熊本で就職されて、そはい。れからずっと退職することもなく、転職することもなく、ずっと勤務されて。34年間ですね。すげえな、34年？はい、34年。もうそこで私の青春も、青春もありながら、まあ、結婚して子育てとか、もう、それも含めて、もう、なんていうか、人生の本当に、なんていうか、もう、一部っていうかですね。はい。なるほど。そうなんですね。じゃあ、就職されて、まあ、34年間お仕事されて、ご結婚をされてたんですね。僕は結婚してバツイチですね、離婚しました。ですね、もう子供が、まあ、何年前だ、もう20年前ぐらいに離婚しまして、私が、3人、子供が3人いるんですけど、息子、娘の3人を一人で育てましたってやつなるですね。ほど。これ竹山さんにも実はお伝えしてなかったんですけど、この番組って、まあ、これが私のターニングポイントっていうことの番は組なんですけど、まあ、人生ね、いろいろこう、まあごり、まあ、離婚したね、理由は云々はまあ置いといたとしても、お子さんをね、3人のお子さんを育てたっていうことなんですけど、竹熊さんのターニングポイントっていうのが、まあ、あるとするなら、別に3つなくてもいいんですけど、1つ目ってなんかどこになったりするんですか？やっぱし離婚で子育てしを始めたっていうところがまずターニングポイントだと思います。そっか。それなんでターニングポイントだと思うんですか？やっぱしその、やっぱし、まあ、結婚も不向きなのかわかんないんですけど、やっぱし結婚しちゃった時にはもうちょっと、なんか窮屈だったんですよね。本当に。それで、まあ、いろいろ仲が喧嘩とかしてて、ね、それから、まあ、離婚することになって、まあ、きついことはきつかったんですけど、それでも、なんか自分、なんていうの、自分が自由にできる時間ができた。まあ子育てはあるんですけど。なんかそういうのをなんか、目覚めたっていうか、多分そこが離婚したことが、多分ターニングポイントにはなってると思だって、います。まあまあ、離婚がいいか悪いかっていうのは別にしてですね。まあ、それは置いといてですけど、でもあれでしょ？お弁当作ったりとか、起こしたりとか。してました。だって、女の子2人とか、すんごいなんか扱いにくくないですか、逆に。まあですね。なんですか、もう本当にこんなこと言ったような女性のほら、月に一回あることとかあるじゃないですか。まあ、一番最初に、なること、もう、わからないから、
まあ、友達が幸いいたんで、友達に聞いたりとか、こういう時どうしたらいいとかって、よう聞くことができたんですけど、でも、それでも、やっぱし、悩みましたね。ですよね。いやー、だと思うし、なんか、いやー、まあまあ、男性よりも女性の方が、なんか、育てやすいって言ったりはこうしますけど、けどまあね、大人だしね、だったりすると思いますけど、まあ、でも、娘さん、息子さんも、あれですか、もういくつなんですか、今。一番上の息子が28で、で、ま、もう続けて、もう2歳離れて26とか、24、ですなね。るほど。じゃあもう皆さんも巣立たれて、ね、ご結婚もされて。一番下の子だけは結婚して、今孫が、私の孫が愛知県にいまして、この前会ってきて、もうデレデレで帰ってきました。いやーまあでもね、僕まだ孫持ったことないので、なんとも言えないですけど、まあでも孫が早く会いたいなー、なんかね。かわいいですよ。いいね。かわいいですよ。まあね。まあでもそんな、子育てのその動乱期を実際こう一つ終えて、で、またあれでしょ？ 34 年勤められた会社を、まあ今 BB レザーズって言ってらっしゃるので、まあね、新しく自分でされたっていうことになると思うんですけど、まあいつ独立されたんですか？今年の9月ですね。今年の9月。え、まじだゃああほれやだ。ほやです。2ヶ月じゃん。2ヶ月。わ、すごいな。はあ、で、2ヶ月で、じゃあ、その独立して、今、ほやほやのとこですけど、会社を辞められたのはいつなんですか？僕が6月ですね。6月からだから3ヶ月間は、まあ準備期間に当てて、で、9月からスタートみたいななる形ですほど。ね。いや、僕もそのね、竹馬さんにお会いさせてもらったのは、ちょうどね、1年前ぐらいか、もうちょっと、1年弱ぐらい前だと思うんですけど、まあ、いろいろお話を聞きましたけど、一番最初はね、いや、まだ独立というか、会社辞めてないんですっていう話の中から、で、そこでこうね、辞める決心がついたんで頑張りますって話をお聞きしたりとかして、まあ、今、独立してから、どうやって売り上げていくのかとか、どういう考え方するのかっていうことをね、学びに来ていただいたりとかってしてると思うんですけど、まあでもね、実際今、独立して3ヶ月ということで、どんな感じですか、独立3ヶ月。まあ、一方でも充実した生活を送らせていただいてますっていうところと、いろんな、まあ、仕事を辞めてから、まあ、伊達さんと、まあ、出会って、まあ、一年弱っていうことで、話してましたけど、まあ、そこからものすごく、ご縁が広がって、今、本当にそれでもって充実させていただいてるというところと、まあ、これから、まあ、売り上げを上げていかなければいけないんですけども、まあ、そういった心配もですね、ありながら、まあ、伊達さんのアカデミーからですね、学ぶことも学んで、これからか、伸びていきたいということで考えています。ありがとうございます。なるほど。いやいや、でもね、まあまあ、そんなね、話。まあ、ちょっと、今ね、独立のね、ところとか、これからビジネスとか、そんな話のことを実際聞いてますけど、まあ、でも何よりもすごいと思うのは、お子さん3人を男がね、働きながら育てるっていうのって、やっぱ相当なもんだしね。だから飲み会とかもあんまり行かなかったんじゃないですか、じゃあ。いけなかったですね。ねえ。行ってない、行ってないです。もう今は飲んだくれてますけど、そうでしょ今う、はそうですね、もうその時はもう遊びにも行けなかったです。でしょう。素晴らしい。本当に、だから、そういうふうな責任感とかっていうのがね、竹熊さん、すごい強い方で、まあ、任された仕事に関してはしっかりね、実際やられる方なんで、僕のね、会社のそのロゴ、今、ニューロゴもですね、作っていただいて、まあ、あれから、まあ、今、あれですよ、トライアスロンのウェアにも実際、今、プリントしましたし、バイクジャージもそうなりますし、そして新しいね、この本だとかっていうところにこう刺すね。だとかっていうことも、まあちょっとそんなんで竹熊さんとはね、なんか切っても切れないような縁になっていくんだ確ろうなとかと思いますし、まあ、これからもお願いしたいなということで、まず第1弾ね、序盤のところに関して終えていこうと思います。ではこちらの方で一旦ね、CM に入っていきますので、皆さん、このラジオの番組の協賛していただいている CM、皆さんぜひご覧ください。では皆さん、一旦 CM に入ります。バイバーイ。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ。それは深層筋の強いこりが原因かもしれません。北京堂首里医術治療院には
深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京堂へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いにもらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。働いても働いても時間が足りないあなたへ、その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトが平等に当たるなら、それぞれの使命アクティングコーポレートソング、スポットライト by ローカルコネクト。眠りの浅い方、眠り草本舗にお任せください。沖縄伝統野菜クワンソウ、クワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきました。よく寝て翌日すっきり目が覚める。詳しくは泣き人眠り草本舗で検索。さあ、皆さん、中盤に入ってまいりました。本日のゲストですね、BB レザーズの、竹熊雄二さんです。竹熊さん、改めまして、ありがとうございます。よろしくお願いします。さあですね、まあ、壮絶な、子供のね、育成の育面パパだとかね、を経験した上で実際独立されていらっしゃるんですけど、それは今、革をね、実際作ってると、ハンドメイドでって話ですけど、はい、竹熊さん、なんでそもそも革をレザーで独立しようと思ったんでしょう。あのですね、まあ、子育てはしてたんですけども、うん、その、まあ、15年前にですね、これもターニングポイントになってると思うんですけども、なんか自分でちょっと人生変えたいなと思ってて、はいはい、で、何がいいかなと思ってて、雑誌をパーってめくってた、見てたら、ハーレー・ダビッドソンがドンとあったんですよ。バイクのね。バイク。でかいアメリカみたいな、ね。そうなんですよ。うわ、かっこいいって、なんか一瞬パッと思ってて、うんうん、で、まあ、とりあえず、ちょっと、話した、自動車学校に話したけも聞きに行くか、みたいな形でノイで、簡単に、バイクの、ね、バイクの、行ったら、もう入校しまして。はい。なんかもう、なんかこれでちょっと人生変わるんだったら、まあ、バイクは変わんないにしても、免許だけ取ればいいか。うん。うん。ほんで、とりあえず免許取りました。うん。で、大型まで取っ、もうバイクの免許なんて持ってなかったんですけど、中面から大型、もう、3ヶ月ぐらいで取りまして、うんうん、それで、まあ、近くにですね、ハーレーのショップがあるんですけど、うん、そこに行きまして、はいはい、とりあえず見ようって思ったら買いました。どんなバイクなんですか？今これちょっとなんか画面共有で出したりできますか？ああ、今ちょっと出せるかな。はい、もし出せるなら出してください。その前までお話し聞きますけど、はい、まあでもそのバイクをね、竹熊さんが実際こう、はい、もうなんか買いましたと、はい、買っちゃったわけですけど。あ、いいです。僕がちょっと探しましょうかね。で、買っちゃったわけですけど、その買われて、あれですよ。何？結構な、だってでかい買い物でしょ。でかい買い物ですね。もう、うん、値段が言います、言いたくないですけども、2桁ですね。うん、それは2桁は行くでしょ、それはね。ハーレーですから。はい。あ、なるほど。で、それをバイク買ったのがいつなんですか？まあ、まあ、言っても17年とか10、その名前ですね。あ、12、3、4、5年ぐらい前。はいはい。あ、なるほど。で、そのバイク買いました。かっこいいと思って、なんかあれしに行きました。バイク買っちゃいました。ほんで、でもなんでレザーにつながるんですか？そうなんですよ。だから、こう、バイク乗ってて、やっぱその、持ち物って言えば革じゃないですか。うん、はい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 。なんかこの、乗ってるね、ライダーがこう、財布から伸びる、この、で、なんだろう。ウォレットチェーンみたいな。はい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 、はい。をつけるんですよね、バイカーがね。うんうんうん。で、後ろには、この、後ろポケットには、その、
ウォレットですよ。はいはい。いや、かっこいいんですよね。やっぱそういう見てて。いや、これ、俺作りたいなと思って。作りたいなと思うか。だからあれだよね、シュワルツェネッガーでしょ。シュワルツェネッガーです。シュワルアツイェネビッバガー、ークのあそこアのベとこバーろでク。でしょ。そんな時代。で、まあ、そんなライダーが、やっぱし、まあ、その時はそんな多くなかったんですけど、やっぱし乗ってる方見ると、やっぱし革だとか、革ジャンとか、持ち物がやっぱ全部革なんですよね。なので、やっぱそれに惹かれたっていうのがあって、この近く熊本市内にある、なんだっけ、ハンドメイドの工具だとか、なるほど。材料が売ってるところに行きまして、行きまして。じゃあこれを、ちょっと作れないかみたいな、ちょっと、作ってみたいっていうことで言ったら、これですか。まあ、これ違いますけどね。これこれ違い違ますう。か。はなるほど。言ったら。い。言ったら、あ、じゃあ、一応道具を購入できたらいいですよね、みたいな形で道具を一式買ったんです。なるほど。で、最初はやっぱし下手くそなんで、まあ、なんだ、タバコケース的な感じのやつを作ったりとかですね。送るために。自分で使うんじゃなくて、とかって、まあ自分で、まあ財布を作りたいっていう目標があったんで、財布を作って、思いのほか、いい出来だったんですよ。なるほど。なので、それを、見ていただいた友達とか、すごいなっていうことで、ちょっと俺にも作ってくれ、みたいな。なるほど。そこからの、僕のこの鼻が、こう、どんどん伸びていくんですなるほどね。よね。これあ、でこすれ、か？左です、左の。この左、これ、一番左、ここですか？青いやつですね。あ、めっちゃかっこいいじゃん。ファットボーイってやつです。かっこいい。なるほど。このね、このバイクを乗って、そりゃそうですよね。そんな革だとかイコールやっぱりかっこよくなるしね。で、皆さんが欲しい欲しいと。でも欲しい欲しいって言って最初からお金いただいてたんですか？いや、その時はもらってないです。もう僕が趣味で作ってるものなので、もう、本当もうただ、まあ材料ただ少しいただいてたかもしれないですけど、ほぼほぼただで作ってました。なるほど。それがどのぐらい前ですか？それがもう、10年前ぐらいですね。10 年前。で、その10年前でも実際ね、働いてらっしゃって。で、徐々にこう、そういうふうに作ってよ、作ってよっていうのが増えてた感じですか？そうですね。すごいなんかクオリティが高いっていうことも、お褒めの言葉も、その時、当時言っていただいて、もし、なんか、自信につながったっていうことですね。なるほど。で、いよいよこうね、独立することにやっぱなるんですけど、なんででも、その独立しようと思ったきっかけってなんですか、最終。やっぱお金をいただいたっていうのもあります。まあその時も、まあ、本当に、知り合いじゃなくて、こう見せ、SNS で紹介したところ、連絡が来たんですよ。こういった財布とか作れます？みたいな。あ、作れると思いますけど、みたいな。それで作って、お渡しして、喜んでいただいたんですよ。なるほど。それがまして、あ、嬉しくて、ものすごく、うわ、こういったお仕事をやりたいなって思ったのがきっかけだったと思います。なるほど。そっか、じゃあその嬉しくて、そういったところからやってみようっていうので、いろいろこう、やってみて。で、じゃあやっぱりレザーが好きだし、オーダーもおらし、レザーとして独立しましょうっていうことで独立したわけですね。独立したんですね。どうだったんですか？今これを聞いていただいているそのリスナーの方は、あなたの一歩ラジオなので、一歩前に踏み出そうけど踏み出しにくいなとか、それで今よく聞いてらっしゃるんですけど、その方々の気持ち多分分かられると思うんですよね。わかります、わかります。10年間も独立しないですしね。でもそれでも、やっぱりその独立しようって思ったのっていうのは、さっきお金をいただいたからとは言われましたけど、他にも何かありますか？やっぱりもう、なんか、自分の人生
なんですよね。人がとやかく言われるっていう前に自分の人生なんで、その、やりたいって思う気持ちっていうのは、やっぱし自分しかわからないんですよ。なので、やりたいと思うんだったら、そこに身を置く。その場所に身を置く。っていうのが、なんか、もう、その1年前の時にちょっと気づきまして。気づきまして。やっぱもう、これじゃ、やっぱ、これから先の人生、自分の人生は、会社員じゃないな、と思い立って、もういい、いっそのこと、独立しようと。で、周りからも反対する人なんていなかったんですよ。やったらいいじゃないっていう人がもう、ほぼほぼで、ほぼほぼっていうか、本当にみんな、そう言っていただいたんで、本当に近しい友達もそうです。それが自信になったんですよね。これ、なんなるほど。かなるやろ。いいっすね。そうですか、なんとかなるやろと。さあ、なんとかなってますか、3ヶ月間。まだ、今からです。まあでも、それこそ僕もね、まあ竹熊さん、さっきの、まあじゃあ作ってよっていうようなところから、じゃあやってみますっていうところで、結構やっぱね、マヤ歴もね、実際やってらっしゃるんですけど、手先がすごいこう器用なんですよね。手先が器用というか、今この、これもね、僕も共通の友達ですけど、小田ちゃんのね、が今新しく熊本で、その大草原の贈り元のものっていうそのカフェを作られたんですけど、その分のロゴもされて、で、こういうふうな絵も描かれるんですよね。そうなんです。これもなんかあれですか、なんとなく描いてみてみたいな。パッと思いついたやつを書いてます。このね、疫病退散、天城越えとかね。これなんかでも可愛くて人気っぽそうですね、なんか。そうですね。このデザインとかも竹本さん作ったんですか？これは違う。これは違います。これは違います。これは違う。なるほど。これはもう、ベルトだけですね。ベルトだけ作っベてルトだけね。で、まあもちろん僕も竹熊さんにの声いろいろ要望をしてですね、こんなんがやんなんがいいって言ってやっとね、これ。いや、めっちゃいや好ー、評ですよ、マジで。かっこいいっすね。これかっこいいよね。自分が言うのもなんで、かっいこやいいっいや、す。これはかっこいいと思う、本当に。あとお友達のワックンのやつもね。作ったりとか、なんかそういうふうな、これか。作ったそうでりすね。ね。だからそういうふうにこう、なんかいろんなことを実はこうやってされて、特にそして今は、またこれね、ワンちゃんをね、もうなんか悪いね、本当にかもわいいっすよ、本当にもう。う。かかわいいっす。わいい。かわいい。まあまあ、そんなワンちゃんもまたきっかけになって、今ね、その、動物のその、ペットグッズであったりとか、のところにこう、舵を切りながらね、やっていこうとするのもワンちゃんのきっかけになったと思うんですけども。まあ今そろそろね、中盤の方も終わっていこうと思うんですけども。まあ今このラジオでは、その、あなたの一歩ソングみたいな。なんかその一歩踏み出せるような、なんかそんな音楽のことっていうのを、その歌をですね、お聞きしてるんですけど、竹熊さんの一歩ソングってどんな歌で希望の、サザンオールスターズのですね、希望の私です。すか？ね、夢を。そうです、そうです。超えてですね。なんで好きなんですか？自信が持てるって、自信をいただける、自信を与えてくれる。なんか歌詞の中にも私、ね、巡るとかあるんですけどね。あるんですけど、そういった歌詞が、やっぱし自分に力をもたらせてくれるとかですね、そんな感じですね。多分僕は高2ぐらいの時に、ドラマ、え、ら、えっとね、映画の主題歌になってるんですよ。そうです、そうです、そうですよね。です。挿入歌とか、もう間に入ってたやつだと思うんですけど。まとも浩二多分出てると思うんですよ、多分。まとまこ出てもらってきそうます。だね。俺、あの時、まとも浩二似てるとかで大好きって言われて、ああ。見に行きましたもん、あれ。そうっすよね。ビッグウェーブも挿入歌に入ってましたね、確か。入ってます、入ってます。まあ、そんなね、サザン。大好きなサザンの、希望の私。聞いていただきたいと思います。じゃあ、ちょっとタイトルコールを、じゃあ、竹馬さんの方にお願いします。どうぞ。サザンオールスターズの希望の轍。皆さん、聞いてくどうださぞ。い。どうぞ。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ。
それは深層筋の強いこりが原因かもしれません。北京道首里伊樹治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京道へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いにもらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。働いても働いても時間が足りないあなたへ、その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトが平等に当たるなら、それぞれの使命を果たす時だ。さあ羽ばたけ、どこまでも。アクティングコーポレートソング、スポットライト by ローカルコネクト。眠りの浅い方、眠り草本舗にお任せください。沖縄伝統野菜クワンソウ。クワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきました。よく寝て翌日すっきり目が覚める。詳しくは泣き人眠り草本舗で検索。さあ、皆さん希望の私聞いていただきました。ありがとうございました。さあね、いや本当なんかね、なんかワクワクとかオラーって感じじゃないけど、なんかちょっと頑張ろうかなみたいな感じになる、ね、なりますなりますね、うん、いや本当サザンはね、まあうまいというか、いやすごいというか ね、いいわ。サザンのライブちょっと来年誘ってください。また。あ、わかりました。はい、誘います誘います、はい、お願いします、はい、さあそしてじゃあちょっと最後の後半ね、本題に戻っていきましょう、はい、で、まあ今革の製品だとか実際作ってらっしゃるんですけど、主に、はい、どうやって集客とかってしてらっしゃる感じなんですか？まあまあ、SNS が主なんですけども、うんうん、あとは、まあ、言うてもまあ、今までまだ走り出したばかりなので、まあ、チラシを巻いたりとかですね、うんうんうん、まあ、主生クラブという、うんうん、交流会に行ったりとか、いう感じで、ちょっと今は、自分の名前を知ってもらうっていうところに思う、とりあえず、中心にやっている感じですね。うんうんうん。そうですよね。はい。出世クラブでもチラシ負けますからね。はい。だから、それこそ、ワンちゃん専門のみたいなっていうことと、はい、あと、裏面に関しては、来年の新春の、三匹木星みたいなので、財布ぬもやりますって言って、はい、なんか両面のそのコピーで、チラシ作ってもいいかもしれないですよね。はい、そうですね。はい。うん。なんか、そんなんで、こう、実際広げていければとかって思うところなんですけど、はい、僕も最大限、お手伝いさせていただきたいなと思うんですが、はい、ありがとうございます。いやすごいなと思うのは、基本的に滝山さん断らないじゃないですか。なですね。はい。いっぱいやられるじゃないですか。これできますか、はい、あ、できると思いますよみたいな。はい。って言って、まあでもそういう人ってやっぱりその夢を掴んでいくというか、はい。うん、そういう人に、ね、こうなると思うんですけど、まあ滝山さんがその1年前に、これはやるんだったらそのフィールドでみたいな話をしてね、独立されることに実際になったんですけども、はい、まあ今、先ほど申し上げたように、いや、うちの会社も一歩前ですけど、いや、前に行きたいけど、なかなか行けないな、っていうような人がいっぱいいる中で、その方々にこう何かアドバイス、はい、まあ、竹熊さんは独立されたわけじゃないですか。はい。うん。その、まあ、いや、でもできて、やりたいけどな、って思ってる人っていっぱいいると思うんですよね。何かアドバイスとかありますか、竹熊さんなりの。まあ、アドバイス。になるかわかんないですけど、やっぱ好きなことをやり続ける。うんうんうん。やっぱそれを、まあ、好きなことだからやれる。だったら好きだったらその場所、さっきも言ったんですけど、身を置いた方が人生華やかになるよ。うんうん、うん。っていうことを、まあ、アドバイスはもうおこがましいんですけど、まだ私がまだ進んでいかなければいけないんで、やっぱ好きなことをやり続けるっていうことが、人生として華やくんじゃないかなと思ってます。なるほど。好きなことをやり続ける。素晴らしいな。多分、それで、例えば独立するんだっていうふうなことに、はい、なったりとかね、してね、まあ僕もお会いさせていただきましたけど、はい、多分出会う人
変わったんじゃないですかね、一緒に。変わります、はい。どういうふうに変わったんですか？本当に、必要、もともと親友だった人がいるんですけども、うんうん、やっぱしその、なんか付き合いが悪くってとか、なんか付き合い、ちょっとなかなか、友達付き合いとしても成り立たない人が、っていうのは、やっぱ消えていったりとか、で自分が、大切な人、まあ、これから必要な人が、縁として、繋がっていったりとか。やっぱその、そういう感じが、もう本当にこの一年間、このご縁っていうのが、ものすごく、人付き合いっていうこともそうですけども、変わったっていうのはありますね。いや、でもね、そうなんですよ。でも不安じゃないですか、その知らない領域って。その辺はなんか大丈夫っていうか、どういうふうに克服していったんですか？うん。僕はですね、逆なんですよ。うんうん、逆。知らない人でも、行ける人なんですよ。すごい。なんで、人見知りは、多分、しない方だと思うんですけど、やっぱし、勇気を持ってそこに飛び込む。やっぱそういうことが、やっぱし、そのご縁につながるんかなって、今思いますね。まあそうよね。いや、でも本当そうだと思うんですよ。うちのその、塾生というか、まあ竹熊さんも実際そうですけど、まあ一回例えば動物占いでお会いしましたとか、まあ例えばね、パーソナルカラーセミナー今度やりますとか、沖縄でも実際やりますし、今度こんな塾ありますよっていうふうに言っても、やっぱそこに飛び込んでくる人と、はい、飛び込んでこない人と、はい、やっぱ違うじゃないですか。違いますね。はい。で、飛び込んできたら来たで、またその見える世界が変わるから、やっぱどんどんね、こう変わっていく、はい。思いますし、はい、正直、僕もインドに行ったじゃないですか、テッドで。はい。はい。インドに行って帰ってきて、やっぱなんかだいぶ変わりましたもんね。正直。だし、やっぱりその、まあ今、来年って副業元年って言われてるのって知ってます？ああ、わかんないです。もうなんか、とりあえず副業どんどん推進していってやらせるみたいな。それも会社も、自分の会社だけじゃやっぱり、なんですかね、まあ、支えきれないというか。はい。いろんなことをこれからどんどん増やしていかなきゃいけないっていうようなこともそうですし、はい。で、実際単発的に売り上げをボンって上げたとしても、これストック、継続的にストックをやっぱり増やしていかないといけないよねっていうことで、ね、ニーサがあったりとか、まあ、別のいろんなことが実際あったりとか実際してると思うんですけども、はい、まあ何か、やっぱりこれから副業とか新しいことをどんどんで、お金のこともそうでしょうし、はい、やっぱりやっていくことを一歩ね、前に進まないと、はい、まあそれこそ新しい世界は実は見えてこないなってやっぱ本当に思うんで、はいはい、まあでもその中で、でも三十何年サラリーマンやってる人が独立するって、まあまあよ。まあまあですね。勇気は言いましたよ。でも、上司の方もサポートされ、うん、してくれたんで、うんうんうん。あ、もう、竹熊さんがやりたいんだったら、もう後押しするって。もう一度きりの人生だからもう頑張ったらいいじゃないっていうことで上司の方も言っていただいて。うんうんうん。まあそうですね。かといって会社の中で不要って言われたわけじゃないですよ。竹熊さんできるなら不要、会社の中で不要って言われたわけじゃないですよ。できるなら残ってほしいっていうことを言われましたけどね。自分で一応言っとかないとね、これ、ね。一応言っとかない。うん。そうなるほど。そうですか、そうですか。じゃあ、あと、竹山さんお聞きしたいんですけど、今後、まあ今独立してね、まだ3ヶ月ですけど、はい、まあいろいろ今試行錯誤しながら頑張ってらっしゃると思うんですけど、はい、今後どうしていきたいって、なんかそんな未来のなんか目標とか予想とかなんかあったりしますか？はい、そうですね。まずはもうそのレザークラフトで、年商1000万を掲げてます。そういった目標を掲げてます。まあ、それは、ね、もうレザークラフトだけではなくて、今、ロゴ制作のことだとか、マヤ歴、占いのアドバイザーも取得してますし、まあ、さっき副業元年って言われてましたけども、やっぱそういった形で、レザーだけではなく、ロゴ制作、マヤ歴っていうところも三本柱でちょっと、売り上げを伸ばせていただいて、いけたらなということで考えてます。そうですね。まあ本当にこうなんかやってみて、そこで気づいてそれを柱にするかだと思うんですよ。はい。例えばさっきのね、出たの、小田ちゃん。
はい。小田ちゃん、昨日、一歩中井っていうふうにこう出ていただいて、はい。小田ちゃんの強いところって、まあ、彼は、大草原のうんぬんってやってますけど、はいはい、彼の強いところって何だと思いますか？竹熊さん。やっぱし、開業するまでの、やっぱし、プランニングだとかっていうのはものすごかったと思うんですけども。そうなんですよ。さすが。そうなんですよ。だから、乳酸菌のことがすごいわけではなく、はい。お店のカレーか何かがすごいわけではなく、はい。けど、やってみて、いろんなことこうやってやってったりする。いやいや、美味しいんですよ。美味しいんですよ。美味しい、そうです。けど、やってみて、これってすごいよねって気づかない、その自分の強みって出てくるんですよ、やってったら。はい。で、それを気づかしてくれるのって、絶対人からね、気づかしてもらったりとかってすると思うし、はい。でも、それは行動しないとね、実際繋がんないところって実はあると思うんで、はい、まあ、竹熊さんみたいにこうやって行動されて、ね、僕よりも先輩の竹熊さん。まあでもこれからね、それこそ一歩踏み出して、はい、で、皆さん、山が、まあ BB レザーズってこう、はい、インスタでしたっけ？うん。インスタもありました。ホームページも作ってますんで。うん。ですので、まあそちらの方から、ね、ご連絡いただければいいかなと思いますし、はい、まあ、竹山さん後で、それ URL 教えておいていただければ、それもう一回、はい、僕も貼っつけようってね、実践しようと思いますので、はい、ぜひぜひ、オンラインでも、できますし、まあ、竹熊さん見ていただいた通り、お優しい方なので、ちゃんと寄り添っていただけるんじゃないかなと思います。はい。はい、早いもので、もうね、すっかりもう、1時間が経とうとしてる感じなんですけども、まあ、残念ながらね、そろそろ終わりの時間をね、お迎えすることにこうなってしまったんですけども、まあ、竹熊さん、本当にこう、今日はいろんなこう、貴重な意見をお聞きして、で、やっぱターニングポイント、まあ、離婚したことっていうことであったりとか、一つ、そのバイクで何かその実習仕事を受けたことっていうことであったり、そして、独立するって決めてこうやって一歩ね、踏み出されたっていうふうなことが大きなターニングポイントじゃないかなと思いますし、これからも竹熊さんの活躍をなるべく近くでね、お手伝いできればと僕も思ってますので、はい、ぜひ、これからも皆さんどうぞ、BB レザーズをよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ということで、竹熊さん、今日はご参加いただきまして、ご出演いただきまして、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さん、また来週日曜日、19時にお会いしましょう。ではまた、バイバーイ。バイバーイ。